テイスタイルラジオカカチャンネルアルファー、わあ。さあということで、はい、ゲストに来ていただいた菊池美香さんです。お疲れ様でした。菊池美香です。お疲れ様です。お邪魔しました。どうでした、テイスタイルラジオ。面白かったです。面白かったですか。うん、本当に初対面なんですよね。本当に今日初対面で、初めまして。初めましてですよ。なんか役者っていいですね、はい、壁ないですね。まあお互いちょっとね、役者の経験があるから共通のね、はい、悩みという、悩みというか認識もあるし、なんか同じきっと匂いとかを知ってるっていうだけで、うん、なんかホッとしますよね。ホッとしますね。いやすごい。でも、うん、役者さんもそうだけど声優さんもやったりとか。そうです。すごいですよね、やっぱり。そうですかね。僕はちょっと声優が諦めたタイプです。なんでですか。歌が僕オンチなんですよ。歌出してるくせに。歌そんなオンチとか関係ないじゃないですか。いや、なんかね、外すんですよ、すごい。歌わなくてもでも声優はできる。まあ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 、そうですけどね、うんうんうん、なんかこう声の作りとかが、うんうんうん、なんか結構やっぱちょっと俺が今まだまだレベルがやばいかなって思っちゃうんですよね。でもそのうち映像も舞台も声の仕事も好きって言ってくるんじゃないかしらっていう。いずれは。いずれは。うん、きっとも出会いますよ、素敵な声の仕事に。嬉しい。でさっきラジオでやってくれたじゃないですか。はい、やりました。すごい、あの大サービスしてくれて。いや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 、自己紹介っていう感じでやっちゃいました。うん、この動画にもいただいてもいいですか。あ、何がいいか。じゃあ、あのモコナっていう役をやってるんですけど、うん、みんなこんにちは、モコナモドキだよ。こう顔見えてると恥ずかしい。だよとか言わないのに。自分の顔が見えてる。はい。嬉しい。ありがとうございます。やってくれて。モコナっていう役をね、ずっとやってます。嬉しいですね。大事な大事な役ですね。うん、このチャンネルだと、はい、ラジオのアフタートークということで、感想はどうでした？でも終わってみて。あっという間で、はい、あ、これ絶対時間押してるよなって思いながら。話止まらないねっていう感じでした。そうですね、だから僕なんだったら他のコーナーをね短くしてもそのままなるだけ使ってほしいですけど。いやいや、もう本当になんか、はい、お茶飲みに来たって感じでした。はい、そうですね、まあ、楽しく、はい、うんうん、いや、まあ、着物がやっぱり本当綺麗ですよね。いや、よかった、着物できて。いや、素敵ですよ。うん、でやっぱ、ね、おっしゃってたけど、これがね、後ろのやつが本当にこの子が、うん、そうなんですよ。おしゃれでね、すごい素敵。素敵ですよ。そうなんですよ。着こなしをトライするならレンタルが一番いいと思う。じゃあもう完全に京松庵さんですね。京松庵さんも行きましょう。行きましょう、京松庵さん。ねえ、はい、嬉しい。京都で遊べる役者仲間ができたって感じです。いや、本当になんか僕もあの役者と友達が京都にいなかったので、ぜひちょっと。よろしくお願いします。はい、まずは串八で。あ、行きましょうね。これラジオ聞いたら皆さんわかりますから。皆さん串八を知らずに生きてないですか、はい、京都の方。本当ですか。本当にみんな串八のメニュー全員覚えてますから。マジですか。いや、本当にそうだと思います。それくらい、なんだろう、ソウルフードっていうか、いつもいっぱいですよ。でもさっきスタッフさんもなんかオッケーとか出してましたもんね。うんうん、あ、美味しい美味しいみたいな。美味しいんですよ。ちょっと知りたいんで、はい、京都のことを一緒に勉強しましょう。でも京都検定ね、やってます。今やってます。そうですよね、すっごく難しいんですよね、京都検定。あ、そうなんですか。え、知らなかったですか。その難しさ分からずにもうトライしてます。分厚い、すごい難しいってことは聞いてます。本当ですか。あれ、試験いつですか。試験は12月の13です。あ、でもあのスタッフが申し込むの忘れて、あの来年になりました。申し込みをしようとしてスタッフさんが来てくれて、はい、取ってくれて、はい、じゃあ加賀さん申し込みのところって言って、こううとうとしてパッとホームページ見たら、あのあれっつって、あの締め切られてますけど。したらスタッフさんもえってなって。でも1年の猶予は、はい、いいですよ。でも僕過去問はちょっと解こうかなと思って。12月13日おお、はい、いいですね、はい、それでちょっとやってみて、でまあ合格したらそれを来年だったらもういけるだろうって、うんうん、そうですよね。疑似テスト、疑似テストをやって、応援してます。あ、ぜひぜひ。頑張ってください。ありがとうございます。嬉しいですね、本当に。あ、すごいな。
あとじゃあ言いそびれたことってあります？言いそびれたこと、これ言っとけばよかったなみたいな、これ言っとけばよかったな、なんだっけな、ない。ま、でまたね遊びに来てくれたらね。はい、はい、また遊びに来てください。あ、私歌が得意なんです。あ、いいじゃないですか。そう、歌うのすごい好きなんで。これ菊池さんといえばってあります？これ。いや、ないのが、まあ、でも何でも歌えるってことですね。何でも歌う。何ですか？何でも歌いますし、歌ってきたので。はい、なんかね舞台とかで歌いたいなってアピール、こう舞台出たいよってずっと言ってるんです。ああ、だからちょっとやりましょうよ。やりましょう。はい、京都で、京都、あのラジオでも話しましたけど、ね、京都で舞台何かね、やりたいよ。やりましょう、やりましょう。今から準備すれば、はい、1年2年かかるから、うん、大丈夫でしょう。全然いきます。全然やりましょう、ね、やりましょう、まあ、それで言うと、はい、まあ、来年にですね、はい、大きな、イベントフェスをやろうと思ってまして、京都で、はい、音楽フェスをやります。私なんかでよければですけど、でもいっぱいいろいろやろうと思っていて、あの、まあ、メインは音楽なんですけど、はい、ご飯屋さんもあったりとか、あ、めっちゃいろんなステージがあったりとか、いろいろあるので、まあ、何かしらでちょっとぜひご協力を、声でも何でも言ってください。本当ですか？はい、いいんですか？はい、協力者が一人増えました。いや嬉しいですね。楽しみ。あの、はい、京都の上賀茂神社さんとか、はい、あの、はいはいはい、なんですかね、京都の街っていろんなところでフェスとかそのイベントをめちゃくちゃ精力的にやってるなって印象なんですね、はい、神社さんでコンサートやったり朗読劇やったり奉納、はいはい、の歌唱があったりとか、うんうんうん、なんかやっぱり芸事っていうのは神様に、うん、ま、なんだろう、奉納する、はい、奉納、捧げる奉納だったりとか、はい、神楽殿であったりとか神社とかだとするじゃないですか。すごい、確かに。そうだからやっぱり芸事もすごく密接してる土地だなってすごい感じたんですよ、はいはい、でかつそういうフェスに必ずある食べ物屋さん、はい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 、めちゃくちゃ美味しいんですよ。まずれがない。嬉しい、うん、あ、じゃあもう俺ちょっと今勇気もらいました。はい、もうその方向で進めますし、美味しくて楽しいっていうのがいいですね。いいですね。はい、じゃあちょっと何かしらで、はい、ご協力を。もちろんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、せっかくですから、はい、あとはもう本当これ見よがしに言っちゃいますけど、僕も京松庵さんっていう、やらさせてもらってるところで、はい、レンタルで着物を着て、はい、もう菊池さんもお着物を着て、はい、ちょっとこの続編で一緒に京都をこうやってやりながら、はい、ブラブラして、はい、一緒になんかこうブラブラシリーズいいですか？もちろんです、もちろんです。あ、嬉しい。いいですね。やりましょう、やりましょう。夏は浴衣とかでもいいしね。いいですね。うん、冬はお着物でね。ぜひブラブラしましょう。わあ、嬉しい、はい、これまだまだね、この出来たてのチャンネルでして、はい、まだこれから、ガンガン行こうと思ってるチャンネルですね。ガンガン行きましょう、はい、ということで、はい、今日のゲスト菊池美香さんでした。菊池美香でした。ありがとうございました。ありがとうございます。